雨の色と太陽を照らす。
洋楽しか歌わないんですけど、そうなんですよ、ちょっとね、ジャパニーズ、ジャパニーズね、We are singing Japanese song、 We are singing Japanese、 Yes、 まあこういうファンファン見たことないでしょ。日本語がめっちゃ日本語歌ってるみたいなね。そうだよね、意外性をつきたいなと思ってね。せっかくね来てくれたからね、新しい一面を見てみましょう。最後ね、ちょっと歌いたかったね、日本語をね、ボディエガルだったね、セレクトしました。手拍子ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうなんかここは田中さんの ところだったね。田中が喋るとこでございます。はい、じゃあおしゃべりお願いします。はい、一応私がこのバンドのバンドマスターを務めておりまして、いろいろしてきたんですけど、皆さんと千葉大学トーン、アカペラサークルトーンという名前を聞き始めたのは多分最近だと思うんですね。ずっとアカペラサークルトーンはそのトーンという中のものを大事にして、トーンの中での関わりとかトーンの中での歌い合いだとかを大事にしてきたサークルでした。私もその中にいてすごいトーンの人たちは大好きだし、人柄とかも歌とかもすごく大好きだったんですけど、外の違う大学さんとかとのアカペラを聴いて、あ、私もやりたいなと思ったんですね。で、私は千葉大学アカペラサークルトーンを家、一つの家だと例えるとすると、私はお家の中で家族と一緒に仲良く暮らしているのもいいけれど、一歩外に出て違う世界の人と友達になったり関わったりするのもいいんじゃないかなと思って、これはまだバンドメンバーには言ってなかったんですけど、私はトーンに、トーンという家に窓を作りたかったんですね。窓とかドアを、外に行くための、外を見るための、外と関わりを持つための窓とかドアを作りたくて、そういう意味でいろんな大学さんと交流したりして、ここにいるほとんどの人が私たちの知り合い、私たちのことを知ってくれている人、私たちが知っている人、こんなに多くの人と関わることができて、私はトーンという家に思ったような窓とかドアが作れたんじゃないかなと思っています。もちろんトーンの中、そのお家の中での関わりも大事にしていきたいので、その中での交流とかもやめないでほしいんですけど、これからも私たちだとかシンパシーだとかいろんなところが作ってきた窓やドアをこれからも千葉大学トーンの人は受け継いでいってほしいなと思っています。いろんな人と関わっていろんな人と歌い合うことの楽しさをどん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 広げていってくれるなと思います。それがあと私が皆さんに伝えたかったことです。あとすごい喋りが長くなっちゃうんですけど、もう一つ喋らせてください。私はこのバンドメンバーが大好きです。アカペラはファンファンをやっていて気づいたのは、アカペラは、相互に助け合う、補い合うことが大切だと思っています。私にないものを他の人は持っているし、他の人にないものは私が持っている、そういうふうに信じてやってきました。横ちゃんは音楽経験がないっていうのがずっとコンプレックスだったんですけど、ないなりにすごい突破口を開いてくれるような発言をしたり、一人で地道に音取りをしたり、そういう彼のすごい努力とか、その頑張ろうっていう向上心を私以上に持っていると、私は彼のことをそういうふうに思っています。一番端っこの矢田部幸輝くんは私以上に外のアカペラのことに対して勉強熱心で、普段はすごいね、グミをせびったりとかさ、なんか買ってくださいよってすぐ言ってくるくせに、そういうバカな人なんですけど、本当に真面目ですね。そして人が困ってる時には本当に助けてくれる、そういう彼の優しさを、多分優しいところってあんまりみんな多分見たことないと思うんですね。私もファンファンをやって長く変わってきてやっと見えたところなので、そういうふうに、そういうところを私は尊敬しています。その隣にいる高山実くんは彼なりにすごい音楽経験っていうのはアカペラ経験が浅い中で誘ったので、すごい彼なりにずっと自分に引け目を感じていたと思うんです。でも彼は本当に音楽に対しての熱意がすごく強くて、
私たちの見えないところですごい一人で黙々と努力してくれていた人です。自分の意見をしっかり持っていて、でもそれを人に押し付けることはせずに私たちの意見を聞き入れてくれた、そういう優しい人です。その千田千佳子さんは、私がさっきも言った通り私の尊敬する歌い手です。それと、もうこんなに上手いのに彼女はすごく謙虚です。もう、いつも言ってもらって、いつも言って下がっていっては自分の持ってる意見に相当自信がない、なんでだろうみたいな、本当なんでかなっていうくらい自信がない。そのくらい自分のことを引いてみんなのことを愛してくれていると、みんなのことが大好きすぎてみんなに嫌われたくなくてって思ってる人ですね。嫌うわけないじゃないのバカ、本当にそういう人ですね。これこういう一人一人に向けて言うの私内緒にしてたので、多分みんなおい何喋ってんだろうって思ってるし、マジ本当にそれだけどね、最高だったのにね。あ、ごめん、だってこういう人じゃん、うち行きましょう。そうですね、最後にこの子は私の一番の理解者であり、私が一番尊敬している人です。私にないものをたくさん持っていて、でも私のことを認めてくれていて、私のことを理解してくれていて、続けて、彩香がいなければ私はファンファンも続けていないし、なんかベロとジュリーやめていたかもしれません。そのぐらい絶対的な歌唱力を持っているし、それ以外にも大バカな面もたくさんあるんですけど、本当に愛情深い、熱意深い、そういう子ですね。とこんな素敵な彼らに囲まれて私は何があるんだろうって考えて、絶対音感だとかは、なんだろう、その私じゃなくて私に付随するものであって、財布力、アレンジ力とかも私ではなくて私に付随するものだと私は思っています。でもそれを抜いたとしても私に何ができるんだろうって考えた時に、メンバーのことを思ってこのファンファンをまとめていくことだと私は思って、この1年間続けてきました。本当にこのメンバーと組めて1年間歌ってこれて私はすごく幸せです。本当にありがとうございました。こういうの言ったらつまんないでしょ。そうだね、泣いてしまったね。泣かないようにしてたのに一生懸命我慢してた。田中リオさんはのことを言いたいよね、うちでもね。嘘、やだやだやだ。田中リオさんはね、私んちによく泊まりに来るんですよ。そう、終電がなくなっちゃうから、あの練習終わった後に私んちに泊まりに来るんだけど、その時にいろいろなこと話すんだよね。でもそれが全部アカペラのことだった。それぐらい一緒にいてずっとアカペラのこと話してます。どうやったら上手くなるだろうねとか、パンパンどうしたらいいだろうねとか、こうだったよねとか。二人で大阪にも行ったよね。ビビットクロニクルっていうバンドがあるんですね。そのバンド見に二人で行きましたね。行ったり行ったり行ってたくさん行ったね。ライブにいろいろ行って、それを全部りょうちゃんがね次に言って、あやつ行かないって私を外の世界に引っ張り出してくれたのもリオちゃんなので、今私がここにあるのもリオのおかげなので、すごい切磋琢磨してきた、切磋琢磨してきました。リオは絶対音感にすごくコンプレックスを持って一回泣かせたことあるんですけど、それそうなのだけどね、泣いちゃったね。そうそうだけど、うん、コンプレックスなんですね、絶対音感は。私にとってすごい能力だと思われるかもしれないけど、私にとってはそのフィルター、この人はすごい、この人は絶対音感だっていうフィルターをかけられている、一目置かれている、一つの壁を作られているようにずっと思っていたので、
彩香が、彩香は全然そういうつもりはなかったんですけど絶対音感のリオリは分からないよって言ったんですね。 それが私にとってはもうダメで泣いてし練習中に泣いてしまったんですね。でもそういうのも理解してくれて、その後もずっと話してこういうことは嫌だったんだと、でも分かってくれてると思うんだって。なんか恥ずかしい。そう、はい、長くなってしまいました、すみません。なんか泣くとこばっかり見せてね、申し訳ない。やばい。じゃあもう一発歌って終わりにしましょう。そうです、あの、ね、歌ってる時は泣かないってうち決めたんで、だから MC 中泣いたから大丈夫だよ。 OK、 じゃあもう一曲歌ってもいいですか。近く続けてきたバンド